投げてみる？ぬるって？うん、ぬるくはないよ。あーせーの。どうしたんですか、宮尾さん、今日、鼻は。かぶり目で、ちょっと鼻ちょうちんが。ちょっと寒暖差が。今日は水風船キャッチ何メートルまでできるか検証してみたをやっていこうと思います。毎回投げる前に何メートルにするかっていうのを設定してください、はい、で1人が投げる、もう1人がキャッチってことで、割れずにキャッチできたら成功です。先行したチームが例えば5メーターを投げて取りましたって言ったら、後攻のチームはそれより長い距離を設定します。あということで、先行が5メーター取ったら後攻は6メーターから設定します。同じ記録はダメです、ね、同じ記録はダメです。なるほど、はい、で2回失敗したら負け、あ終わり、2回失敗したらそこの記録で終わり。なるほど、はい、チーム分けいきますか。よし、グッドパー、これ大事な気がする。グッドパーだからね、グッドパー。オッケーオッケー、グッドパーでやりました。3対1やね、3対1、誰が投げる、自分で投げてる、自分で投げる、いいね、自分で投げる。よし、グッドパーでやりました。ジュンナということで、まずこう4人で綺麗に分かれてもらって、休養が頑張ろうね、休養ができた。じゃあ、橋本磯崎ペアと三山井川ペアでやっていきます。しゃということで、目標何メートル設定しますか。あの柵越え、ちょっと待って、あそこで何メートル、あれ95メートル取ってよ、三山。95メートルいくってこと。そうです。まずボール投げて届くんですか。いや、届きますね。届く。磯崎ペアは何メートル目指しますか。17。背番号を言って違う、これです。間違えた、ダメだこの人。名前です。背番号は21とかでいいよ。21。じゃあ1は累貫いこう。累貫ね、累貫ぐらい。それではみんなでレッツゴー。じゃあすみません、先行と後攻どっち行きます。何メーターいきますか。5メーター。じゃあ行くよ。よし、いやー5は行きたい、5は行きたいよ。どうやって取ったらさ、いいんだろう。じゃあ結構でかいんよ。いける水風船が。じゃあ宮山イカワペア5メートルの挑戦。ほんまに10いける。お願いします。ちょっと待って待って、ここのジャンプが取れるかな。大丈夫、なんか怖いよ、私行くよ。取れました。取れました。じゃあ続いて高校、はい、橋本磯崎ペア何メーター行きますか。せーの、7メートル。ラッキーセブン。そしてこれ、こっちが投げるって言ったら、よくもそんなにアンチ来る。それだけが怖い。ジュンナ、どこのコース、どこのコース、この辺って、こうなる、どうなりたか見た。じゃあ本気で、なんか落としそう。待てよ、オッケー、行くよ。次8メートル。先行、8メートルの挑戦。よし、いや、いい。
投失敗したんで、あと1投しかチャレンジ権ありますから。じゃあ、宮間、伊藤ペアの挑戦、8メートル、2投目いきまーす。飛ばなかったね。世界の須崎さんがね、投げてくれるからね。世界1、世界1ってやってるから。ナイアガラ。ナイアガラ行け。上から投げて。じゃあ、伊藤崎、橋本ペア、9m 挑戦、1投目。行くよ。上から。次、大台いきます。10で次回、1回目は10m 挑戦、1投目いくよ。ちょっと待って。すごい、すごかった。2投目の挑戦です。橋本糸崎ペア11m、 2投目の挑戦です。投げる取る、取って濡れる、どっち。だって取ったら濡れないんでしょ、うん、じゃあ取る、取りたい。いや何の会話や。投げてみる。濡れて、うん、濡れくはないよ。どっちがいい。ガイさん、行こう。来た前例が湧くよ。トマトマしてっから。背中を映してあげる。トマトマしてっから。あんな背中小さく見えたことない。14m の挑戦、1投目。いくよ、ガイさん。OK。ほんで横行った。ほんで横。次ミスったら、おしまい。終わりっすよ。大丈夫、任して。取る。じゃあ、14m の挑戦、2投目。はい。投げるのはさ、ワンチームで記録作り。いくよ。滑り落ちた。濡れとる。本当に20m やってみたい。濡れとる。本当に20m は取れるのかって。ごめんね。濡れとる。てか、そもそも、2人も 14m いけるかわかんない。でも、そもそも勝ったし。結果、宮間伊川ペア 14m で勝利ということで。ちなみにこの後練習あるじゃないですか、はい、その服で練習するわけじゃないですよね。いや、多分ゆかりさんのこれは多分だと思います。じゃあ濡れたままやるんですか。そうですね。私もめっちゃ嬉しい。でも顔は一緒。
顔だけはこれから暗いとこで撮るかもしれない。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また次の動画でバイバイ。バイバイ。めっちゃもうやりたがりになっとる。楽しくなっとるやん。楽しくなった一人。いや。やったー。